一条中帝一条中帝五月没年不詳は、江戸時代後期の公家御用税天皇の断系八世子孫である、十五位、醍醐忠政の三男。慶応四年六月、一条実領の息子ならマロの死去により一条家を相続した。一条実領の三女、良子と結婚し、無雇用子の形になった。明治十四年、京都から東京へ移住した。 その頃から人寮の未亡人ふさこと不和となる。義母ふさ子は、利縁を求めるものの、ジップたさは納得せず、訴訟事件に発展する。ふさ子は、中帝の不貧困や、学業不振を利縁の理由としていた。明治15年8月4日、東京出身裁判所は、原告側の主張を認め、中帝の利縁を申し渡す。明治16年4月25日、 実家第五家は控訴するものの、中帝の廃校種が確定する。実家第五家に復績した、正し帝は、陸軍予備士官学校に入学した。明治18年9月、同校の廃校により、中帝は退学した。人事後進読により、中帝は、昭和3年まで生存を確認できる。なお、明治16年、一条家は一条見、輝きを尽量の娘。 両子の向子う養子に迎えた。一条家は、九条道家の子である一条三熱家を、死祖とし、石家の一つであった。第五家は、一条、明の子である、第五冬本を死祖とし、聖画家の一つであった。人事更新録、第八版第83ページ。ありがとうございます。